音楽に合わせて演技をするのは男子も含めて全種目の中で女子のゆかだけ。さあ出ますよ、世界で数人しかできない H 難度の大技。見て決まった、大技シリバス。腕の筋肉もしっかり使って、これシリバス後方を抱え込んで2回宙返りしながら2回ひねってます。さあこの辺はもう表現力ですね。やはりこの音楽に乗って演じるとその選手の個性がよく出ますね。世界で勝つために磨いたという表現力。圧巻の演技を見せた村上、世界体操を上回る得点。この種目もちろんトップです。村上さんはかなりその表現の部分っていうのも磨かれてると思うんですけど、まあ、最初の方はこう腕を伸ばす、あの長く見せる動きにして、最後の方はやっぱり力強い、あの動きにしてっていうのをこう波を作るように。ちなみになんですけど、腕を長く見せるっていうのは具体的に動きとしてはどういうことなの？なんかこうピッてやるんじゃなくて、こうやってやるだけでもチラッてこうしたら長いじゃないですか、はい、っていうのを一つ一つ細かくやっていって、ギリギリまで動きなさいっていうふうには言われてますね。身長148センチと小柄な村上、細かいところまで意識をして表現力を高めてるんですね。世界女王の凄さを見せた村上。